3, 2, 1。症候群が始まっています。降りたい。あ、よかった、降りた。よし、見てください。
ジャパニーズトイです。さらに紐の長さにご注目。うおお、これを今から一番難しいところに刺します。そしたら残り1分間グランドフィナーレです。集中していきます。1回で決めたい。では明らかに言います。さっきも言いましたけど、それでは最後のグランドフィナーレに行こうと思ったんですけども、んですよ、こんなに盛り上がると思わなかったから。でも地元だから一番すごいのを見せたい。今日この上のんの一旦やめます。こっからが本当のグランドフィナーレ、お楽しみください。ちょっと待ってください。
こっから本当にリアルにサーカス芸になるんで、ちょっとのミスが本当に怪我につながるんで、水だけ飲まして。お楽しみください、グランドフィナーレです。これが僕の本気です、見てください。最後なんとこの上に乗って終わりたいと思います。正直言います、ここまで来るともう大道芸のレベルを超えていて、座席のレベルなんですよ。実際にサーカスで行われるような大技、そして実際にサーカス学校に行ったからできる技なんですよ。ただ今日ここサーカス場でも何でもない、ただの外です。何が起こるか分かりません。なので今日乗るだけで精一杯、立ち上がれるかどうかまでは分からないので、今日この上に乗って手が離れたこの瞬間、もう成功でよろしくお願いいたします。それから本当に難しい技なんで、さあそれではスタートしていきましょう。お楽しみください、グランドフィナーレです。よろしくお願いいたします。最後は自分の